まあ、その階段のうちの上位に位する階の人たちが十生三元これを知らず諦めし万夜人中天上の色上の及ぶことはないやと、もうこういう仏の宿の菩薩のね上位の人たちでもわからない万夜我々本当のあれも頭で持ってわかるはずはない、人情対象なるには敷地も対象なり、人間の思いっていうのは対象だと、その敷地も対象だもん、大体人生そんなことわかるもんかっていう程度が、あの人間の色量なんだ。寿命短足なるには視力も短足なる、これね、あの何千代っていうね、もう何千年も生きるっていうのは、まあ、あれほっくろしゅうかな、この人たちは何千年も生きる、それに対して我々せいぜい100年っていうのね、これはもうあの寿命短足なら視力も短足だ、いかにしてか行物のいいご修行せん、本当にそういうその行物いい、まあ今私の言う言葉では本当の意味のもう人生運転ですね、これは分かりこない、叱れはすなわちただ人間を起こして仏法を落とし仏法を人法を起こして仏法を測量せるかも、かれこれ共に物資と許可することなかった、この人間ごっそうを物差しとしてこの仏法を見ちゃダメだ、要するに今人間ごっそうとしては世当たり諸生だけしか考えられないんだ、普通の人ね、そんな頭で見ちゃう、そうかと思うと人法を起こして仏法を測量せるかも、今時でもね、あの消防言動を科学的、自然科学的か科学的に、考えてみるかっていうようなことは言う人はいるが、これ大体自然科学っていうのは、ね、大したもんだと思ってるのはこれバカバカだ、これまたバカって言うと差別用語になる、大体ね自然科学っていうようなものがね大したもん、これもう今の時代で見ればこそ自然科学は大したもんと思ってる、だけど自然科学っていうものがこの単なる常識の続きでしかないんだもん、そうでない本当のね仏法っていうのはそういう常識の桁が外れたもんだ、でそのそれだから民法を犯してね、それで仏法を極量せるかも、自然科学的にその仏法をその解説してってやってちっとも自慢にはならない、手柄にはならない、かれこれ共に物資と許可することなかれ、そんなものはね物資じゃない、ただこれただ仏法の修行なり人間仏法の続きだ、これも仏法っていうのはねその点本当に頭入れ替えなきゃダメだね、いまだ新人の文法あるにあらず、本当にね我が身に当てはめた文法をしていない、じゃあ私も弟子がいろいろたくさんいるからいろんな弟子ができるあのいるわけだけど、私の弟子の中にもねどうしても入れないやつがいるね、仏法は俺自分の思い固めたところだけでもって、俺ちょっと20年ついてる弟子だけど、それでも全然見当を外れないやつ、まあそういうのもいる、これまあ未だに未だ信心の文法あるにあらず我が身に当てはめて考えていない、向こう側に置いて仏法を見てたら、それは見当が外れちゃう、未だに今だ行動をせる信心ない、実際に仏道修行をした覚えがない、十
俺は仏さんだってちゃんと頭を持ってんだから。だから仏さんだって無念っていうことはある。だけど凡夫の無念と諸仏の無念とっていうのははるかに異なる。で比にすることなんかで比べちゃならない。凡夫の本学と格形すると諸仏の本学と称せると天地見覚なり。要するに凡夫はね、その本学っていうと、本学っていうのは向こう側において本学とはどういうもんかってこう考える。これだから違う。でだから凡夫の本学と格形するっていうのはそういうことね。それに対して諸仏は本学を称する、実証する、証明する。だから天地見覚だ、凡夫の本学と仏の本学とね、議論の所有にある、比べ物にならないんだ。十生三元の格形なお諸仏の道に及ばず、今言うように修行段階としては、まあ、上位の人たちですよ、十生三元でね。しかしながらそういう人たちのこと、格形考えることだって違うんだ。なお諸仏の道に及ばず、いたずらなる三者の門、三者の凡夫ってのは人間的概念のそろばんだけ恥じているだけの凡夫だね。今のまあ仏教学者ってのはみんなそうだ。いかでか測ることをあらん、力あるをわずかに凡夫下道の本末の邪険を格形して諸仏の境外と思えるやからを。これはね、本郷本賢、松郷末賢、本郷本賢っていうのはね、過去っていうのはね、その常住にあって本当にあったの、過去は確かにあったんじゃないかってね、もう、そういう意味の条件を持つ人をね、本郷本賢。例えばユダヤ人とあれだね、アラビア人っていうのかね、あれなんか過去4000年の話、思い出話はそのあれして、そしてイスラエルをエルサレムを取り合いしてんじゃない、あれしつこいね、ちょっと日本人の方はもうちょっと浅いですね。もうこの前の戦争のことだって忘れてるわ。それに対してあんまり覚えのいいチャツも問題だね。で過去4000年の間親子代々に言い伝えて、そしてエルサレムは我々の土地であるって、それでとりあえずやっぱりあれニンニクでも食ってる。それに対して日本人はまあ割に朝来てからね、すぐ忘れちゃう。もうロッキード事件も忘れちゃう。で本郷本賢ってのはそういうふうにもう過去は上流にあった思って、今後だから松郷末賢というのはこれからの未来ですね。未来はどうせあるもんかってね、未来このどんな行動をしても未来どんなことになるのかわけわかんない。悪いもの、悪いことは私徳だって、そのくらいの悪いことをするっていうのは徳だと考えるっていうのがまたこれ面白いけど、みんなあの時に分からないなら悪いことしておくべきだったと思う。うまいことやったって言って、そういうのはね、松郷末賢ですね。それでそういうね、昔インドにね、本郷本賢というだから過去は上流だっていうね風に考えるいわゆる思想家たちがね、インドっていうのは非常に思想家たちが多いんだからね、そういうのが18件ある。それから未来は
どうせわからないっていうようなのがこの40件だから、合計して68件あるわけなんだけど、その中にこう重なってるのもあるからね。それで62件の江戸邪見っていう、まあ仏教って言われてる。でそういうのが凡夫外道の本末の邪見を格計して、諸仏の境界と思えるやからをし、これどうせ今のね思想界でもマルキシズムもこのそういう外道のうちにどういうふうに入るっていうね、これはもういろいろな思想があるけど、みんなこの本郷本賢か松尾末賢かになるっていう、ほらそういうのを確定してですね、諸仏の境界と思える輩をして仏法を引きずり下ろして、それでそういう低い芸道の思想に引き上げて、そして得意になってる。今も言うその科学的にっていうかね、そんな仏法を科学的にっていうふうに解釈してなんていうのも、これどうせ引きずり下ろしてる。諸仏曰くこの灰在庫に臨終ない、あの罪は深いんだ、で可憐民者だ、憐憫憐れるべき代物だ、で人流の大根たとえ無端なりとも、この灰の人流端なり、このそういう深い罪っていうのね、どっから始まったって思っちゃない、無根なんですね、無端なんだ、だけれどなんてことなしに始まったことなんだけど、この灰の人獣さんだ、とにかくこの連中にとっては大きな重荷だ、本当の人生を誤ってみてるんだからね、この人獣さんしばらく放行して着眼観すべし、そういう、全て階級闘争だって今後決めてるっていうね、これは頭手放してみなくちゃ本当の方は分からない。その今差別だ差別だって言うんでもね、差別だって言ったってね、そのあれですね、差別だ差別だっていうことが差別っていうこともあるね。で 別にねこれねどうっていう決まってるもんじゃないもの、その本当の実物だもの、そのまあ、あのスタンパータにもある、血によってね、先祖からの血によってのバラモンじゃない、今の行いによってバラモンである、で血によって奴隷なんじゃない、行いによって奴隷なんだ、そりゃそうです、全てその今この行いでもってみんなはっきりだから目開いて見てなくちゃ、なんていうか綺麗事言う人だから偉いっていうんじゃない、綺麗事言いながら人のものを手出したら泥棒だ、綺麗事綺麗事っていうのも、綺麗事を言いながら人のものに手出したって言ったら泥棒でもちっと罪に負えない泥棒っていうことになるね。それでその辺本当に生命の実物に目を開いて見てた、世の中間違いますよ、このうっかり大概の人はね、きれいごとにしたら偉いことだって人だと思うから、それできれいごとが流行る。それよりも本当に目を開いて行いはどうか、沢木老師も言ってよく言ってた、俺はちょっと人の真似してちょっと人のものを取ってみただけだって、それでも人のもの手取ったら泥棒だった。で、そういう点ね、いつでも目開いて見て、今これは何かっていうね。で、決してだから差別が差別って決まってるもんじゃない。この人獣さんにしばらく奮闘して着眼観すべし、すべて手放して、初
はっきり目をつけてみろという、波状して自己を消すというつも主にある、こうだって決め込んでね、この波状して自己を消す、これ自分が縛られてるって言ってもこの始めはないんだ、別にどうしてもそうしなきゃならないことだ、それは私だって、これ何も坊主にならなきゃならなかったことだね、マルキストになってもよかったんだし、そのあれですね、泥棒になってもよかったんだし、政治家になってもよかったんだし、もう総理大臣になったって嘆きで何だってなったっていう、これ機種はないんだ、それたまたまこうなんだかんだってやってるうちに坊主になっちゃった。それでその過剰して自己を消すというのも非常にあらず、今行物理義の無下なる仏に消せられるに、他で大水の活動を通達し聞かれるゆえに無経験ない、ここが重要な文句ですよ。その今行物理義の無下なる、これ自由自在なのはね、今人生の自由運転において自由自在なのは、これ仏に消せられるに仏法に使い込んでる、で他で大水の活路を通達しされるゆえになる、他で大水ってのはね、この、菩薩がね自ら泥をかぶり水に濡れて他の人を助けること、これ慈悲のためにその自分の醜さを忘れて人を再度するということをね、他で大水、つまりね、今あれですね、今妖物の無下なるというのは妖物の人の自由自在なの、仏法に浸かり込んで仏に下手られる、それで仏法に浸かり込んだ限りは何者に出会っても我が生命だ、それで我が生命として働くから、他で大水の活動を通達しされるゆえに、だからそうなってくるとどっちへどう転んでも本命だ、本当にね、これは祖先がね仏法の生き方の大切なところだ、我々は俺俺って言って俺のその我欲だけで生きてるから、なんとかうまい方に転ぼうと思って血眼になって、ところが本当はその義と他と分かれる以前、生と死と分かれる以前、あるいは無と無と分かれる以前ですね、そういう生命の実物地盤にずんぶりつかみ込んだ限りはね、どっちどう転んでも恩命だ、私うまいこと言ったね、どっちへどう転んでも恩命ってね、このどっちへどう転んでも恩命ってのは大切だ、本当にそれが、それで初めて仏道修行にしょっぱあのあれは踏み込むんだから、でだから他で大水の活路を通達し来たれる家に無経験なんだ、これ妨げがないんだ、どっちへどう転んでも命、どっちへどう転んでも命ってことはまた皆さん耳鳴りしてほしい、で前方へ転ぼうっていう限りね、どうせ前方へ転ばないようにっていう恐れがある、ところがどっちどう転んでもお命っていう限り、あの狭いだ無いだ恐れはない、その無いを恐れなしっていうところをまず生きなきゃいけないね、これでだからお釈迦さんのお釈迦さんの場合でも上天にしては下天す、人間にしては下人す、で世界の功徳あり世界一の功徳あり、そういうね、もう懸念懸念って言うけど、その消去するとされるとの関係って分かれる以前だからね、だから花開いて世界起こるって言うけど、この そこの間に隙間がない、全く二つじゃない、やっただけやった、
今実物こそ多いのか。で、かつて感激なきものない、これ隙間がない、このゆえに板に経脱あり、往来に飛ぶ罰あり、この板に経脱ありというのは、糸だと、そういう二つに分かれる、対立をはるかに超えてる。これ自身と他世界と分かれる以前の生命、実物だと。で、往来に毒罰あり、だからその活動は、全く独罰、ユニークだ。即応吐卒点なり、即大吐卒点なり、即食吐卒点なり。即応吐卒点というのは、このままで、そのまんまで、吐卒点いっちゃうんだ。でもそれは、規則ということで、もうそれだけ吐卒点が足ることを知った。ね。それで、また、即来吐卒点、このままで吐卒点から来るんだ。で、即速吐卒点ない、ここにいるまんまが吐卒点だ。要するに、一旦規則ってね、足ることを知るって言ったら、もう即応即来に即速だ、吐卒点だ。即応安楽なり、即来安楽なり、即速安楽なりとか、安楽っていうのは、まあ、いわば極楽の。極楽浄土ですね。だからこれもだから頭手放しっていうところでもう即応安楽だ。でまた頭手放しのとこから来る回即来安楽、即速安楽、即経脱吐卒なり、即経脱安楽なり、その吐卒とか安楽とかってそれさえも超えちゃってる。で、即打破百雑水安楽吐卒なり、あ、粉々に砕いてみても安楽吐卒、何から何まで安楽吐卒っていう回が安楽吐卒なんでね、もう即打破百雑水安楽吐卒、即波状法行安楽吐卒なり、捉えてみても安楽、離してみても安楽だね。これ生命の実物地盤に生きる限り、また何を考えてもその生命実物地盤で、話してみても生命実物地盤で、一句頓死になりと一口に飲んじゃって、知るべし安楽吐卒というは、量と変動ともに輪廻することの同伴なり。いや、浄土天道天の安楽、安楽国っていうのは極楽ですね、つまり浄土から吐卒っていうのは天上界だから天道だ、共に輪廻することの同伴なるとなり、共にね、輪廻する、生じ輪廻するのと同じだ、生まれたり死んだりするのと同じように浄土も天道もある。でこの点、あれだ、まあ、いつも言うけれど、地獄へ起こったら地獄を務め上げるっていう、そういう姿勢になったとき、地獄は地獄じゃなくなっちゃうんだ。あれもう、どうせね、我々、まあ、さっきも言ったけど、今の時代にこれから死のうっていうのをどんな目に遭わされるか分かんないんだから、そんなに、それこそ、医者の金儲けの一環として取り扱われちゃうかもしれない、これもこれしゃがないってね、それもどっちどう転んでも多いのになこれで、それで勤め上げろってだったらこれもうそれでいいか、でこれはたまらんと思ったって、ちゃんと死んでいくときにはそのたまらん頭がぐるり死んでいくんだよ、これも失敗いらない。でまあそういうところに決め込むっていうことが大切だ。で私つくづく思うんだね、生死っていうのね、それこそ死にはどんな死に方するかわからない、いっぺんに頭の意識がなくなっちゃうならそれはいいんだ。
だけれど年取って体動かなくなる、あるいは病気してべったり寝込んじゃって、しかしながら頭だけは活発に働いてる、その時の決め場所だ。その時は俺は死ぬっていうのをどういうふうに考えておくかっていうの、それ決めておくべきですよ。俺もう年取った、あとは死ぬだけが残されてるわけだけど、死んでどこ行くんだろう、俺は毎日言う怖くていられないって、そういう手紙を持つ人とかいるけれど、そういうのも困るね。頭がふっといっぺんにあの世へ行っちゃうならいいけど、体動かなきゃいいのに頭だけ活発に働いて、そして怖がってる、怯えてる、これがいけない。そこのところ頭が働いてる限りは正直っていうものはこういうもんだってはっきり分かってるってことが大切だと思うね。どっちにどう転んでもお命って、こういうところにまず決まらなくちゃ。それでまあ今この実物こそお命だから、まあこれクソ丸けになって寝てるけど、これお命だと思ってればいいんだよ。まあそこのところに頭決め込むとかしょ。で浄土天道を共に輪廻することの同伴になるとなり、安になれば浄土天道同じと安になる。我々はね、日常安にしているから浄土天道ともに日常安にだ。それから大悟なれば同じく大悟なり、大名なれば同じく大名なり、これね、大体もうどっちへどう転んでも多い命って決まったところは名と悟と分かれる以前だ。迷っても悟ってもってことですね。あれみんな悟りはいいけれど迷いがかなわないと思うから、それが大変だ。そうじゃない、悟っても迷ってもどっちへどう転んでも多いのしって言ったところにね、これ悟りも迷いも超えてるから、その上で悟ってるのは大悟だ。大悟なれば同じく大悟だから、大名なれば同じく大名なり、名を超越したところ、名を超えたところの名、それが大名だ。これしばらく動物の愛知の同士なり、そういう出入りはそのまんま、その動物っていうの生命が、生命実物が生命実物するっていう動物ですね。それの愛理の動詞というのは靴の中での足指の動きっていうのは、どうせ自分自身の動きです。ある時は一同の好飛翔なり、一発のおならの音、それから好飛行なり、草の匂い、まあ、どうこれ一同の好飛翔なり、おしっこをないって言うとばかり上品だけどだっといやそういうことで、リクあるは言うとくすとても上品な言い方だけど、鼻の穴のあるやったら買うだろうって二章心情安二章あるに聴取するなり、この耳や耳が安二章があるのに、それに応じたその感じ方がある。それが安置所あるに聴取するんだ。また国語を皮肉骨髄する時がある。これ結局修行に応じてこの我が皮肉骨髄を生むっていう。でさらに行徳に頼りなるものなり、結局ね、その銅を売るっていうことはね、決して宝を売るんじゃない。私がこれもいつも言うけど、自己を生きるものは自己以外ないんです。それでその、それからその次ちょっと読んでみますと、幼少達志の大道をすでに買ったするに、古くよりの道種がある。大将は小児を真に任す、小児を真に任す、小児を道に任す、
生じを生じに任す。この終始現れる。古今の時にあらずといえども、行物の意義に骨身として行事に振るなり、同感として生じ新人の終始速やかに変更するなり、行人妙にそれこれ、用意、防衛の意にあらず、名刀人間に大事な、エコーし、炎症に一のなり、その名状名の名は行物に未利になり、これ行種に一人せ、この人人の道理すべからく心を参及すべきなり、この参及の没には、万回これ真の明白なり、三外ただ真の大客なりと地獄しへし、その地獄へし、さらに万法なりといえども、自己の家境を行使せず、当人の格形を弁でない。このところが、からが、また大切なところだ。だから、まあ、この次に、やるけれど、もうちょっと時間があったら、このところちょっと読んどくと。病床足して、まあ、症を病状にし、死に通達するということだ。病床達しの大道をすでに活発するんですね。活っていうのはね、谷がこう開け通じてるっていうことは活っていうね。で、活発っていうのは、だから四方が打ち開いて、活発するに古くよりの同種はいい。だ古いって言ったら、古いも古いね、その七仏以前から昔の古さ。それを大道。大小は、生じを真に任す。生じを身に任す。生じを道に任す。生じを生じに任す。この終始現れる古今の時にあらずといえども、行物の意義、骨身として導入するなり。結局はね、あれなんですね、大小は生じを真に任す。本当にね、この心に任す、この思い、心に任すってことなんですね。この、ところが普通はね、生きてるっていう場合、この、我見慢心問いなんて、まあ、本当に、我欲に任してる。だから死ぬときは今度は何とか死にたくない、死にたくないね、今死んでも死にきれないと、まあそういう思いで、それで宙に浮くわけですね。それでそういう宙に浮いた思いが高ければ高いほど、今度死んでいくときにはその高く登ったとかバーンと落ちなくちゃうんだから、それで衝撃は大きい。要するに、心に任せていないとそう。心ってこの場合の心ってもう生命だね、本当の生命が実に任せて、でそれを今度自分の思いに任せてるから、みんなあれですね、それだけは因果応報で落ちなきゃ。でだけどこの間も、この間死んだ人、まだ政治家で何とか死んだ人、最後の遺言状をたくさんくだくだと書いたんですね。で、田中角栄さんは、本当で、死ぬ前に、なんでもあんなバカの、これ言ってんの、大人だ、お前だ。全く、つまらない子供だね、ガキだね。で、もうちょっと自分の、その生命の真実を、見るべきだ。本当にそれでもこんなもの、政治家っていうのはあの程度なやつばっかりしかいないんだな。それでじゃあ死ぬ時に今度どういう思いになって死ぬか、それみんな人間死ぬ時は最後の思いだけは記録されてないからね。だから最後の思い、一瞬の思いをその記録されたら面白いと思うで、生じを真に任す。これ生の時は生の身に任す、真の時は真の身に任す、で生じを道に任す。これ
生じて仏道に任せる。生じは仏の大いに命なりだ。で、生じを生じに任せる。で、生は生に任せる。死は死に任せる。しかる生じを、しかる死だ。一休さんの歌にね、今までは生けられるほど生きにけり、死なれるなりに死のうなりけりという歌がある。まあそう、この生と死と、生は生に任せ、死は死に任せ、この死を現る、本の時にあらずといえども、動物の意義、骨身として行事にするなり。これ、動物の意義はね、昔、今の話じゃないんだ。古今の時を選ばず、行えばすぐ現れる。それが行物意義です。だから、今、手放しは手放せる。思いがいろいろ浮かんだとしても、手放しは手放せる。それが大切だ。それで、それをとにかく手放し、頭手放しを百千万発する。これが座禅でしょ。でもやっぱり座禅して頭手放せよ手放せるってことを思うな。それだからによく身につけておくべきです。で、行物の意義、骨身として行事にするなり、生命の実物を生命の実物するっていうのはね、これは行えばすぐ現れる。それが骨身として行事にするなり。で、老漢として生じ新人の修士速やかに勉強するなり。老漢っていうのはね、このあれですね、こういう丸だから、丸っていうのはあの端と端っこがない、それで円図っていうものいるけれど、始め終わりなし。もう同感として生じの新人の終始速やかに転向するなり。これ手放しは手放すっていうのね、もうその時に全てなんだ。だからここから始まってここで終わるっていうことはない。始め終わりなしにそのまんまということですね。生じ新人の終始速やかに転向するなりで上辺する。まあ、今日はここまで。また、この前、この次はまた、幼少達人の台所から始めましょう。